こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、こちらのインスタント麺を食べたいと思います。これはですね、私最近台湾に行ってきたんですよね。で、台湾のスーパーで買ってきました。パッケージめっちゃおしゃれじゃないですか。キキ食品雑貨、なんかキキっていうメーカーか、調べたらキキっていうレストランがあるみたいで、どんちゃんの尻尾がコラボレーションしています。ロー、そのキキっていうレストランの出してるラーメンですね。なんか混ぜそば、汁なし混ぜそばです。でこれをね、台湾のスーパーで買ってきました。じゃあちょっと中身を見てみましょう。今日めっちゃ出たがりだね、おもちゃん。かわいい。すごいなんかシンプルでおしゃれなパッケージですね。キキ食品雑貨5袋入りです。ホワジャオチリっていう種類です。ちょっと辛いやつかな。なんか他にもね、種類が、ね、ありました。中身はこんな感じです。あ、なんか中のやつも可愛いですね。なんかこの一袋をさ、お土産にしてもいいかなと思います。あ、これなんかちょっとあれですね、美味しいタイプのインスタント麺の麺ですね。あ、で中に入ってるのはこのソースとチリパウダーみたいのがついてますね。でまず沸騰しているお湯に麺を入れます。今日は10人前作ります。博多ラーメンの麺みたいよね。で茹でたらお湯を切ります。じゃあお湯を切ったら、こちらの醤油醤油ってソースと醤油が混ざった、うん、ちょっと辛そうな色してますね。マーラーっぽい色してる。で10袋分ですね。うわーすごいね、あの、なんだろう、独特の香辛料の香りしますね。こちらのね、チリパウダー、かわいいですね。チリパウダーの袋、かわいい。これ残りの9袋分です。あ、辛いの苦手な人はこのパウダーを調節すると思うんですけど、ちょっとデフォルトの辛さをね、レポしたいと思うんで、全部かけます。かわいそうね。おネギをかけます。じゃん、完成です。久しぶりにかなり辛いレベルが高そうな食べ物ですね。ホワジャオチリ、ちょっと待って、でもこの辛いやつをよう混ぜよせめてそこはそこはいいでしょう別に。あ、なんかもうね、香りがね、めっちゃ辛そうな香り、もうなんかしびれる感じの辛さ。ホワジャオの香りなんでしょうね。なんか麺は細くて豚骨ラーメンの麺っぽい。辛い。なんか最初食べた時そうでもないかなと思ったんやけど、いや、めちゃめちゃ辛いですね。ホワジャオの辛さですね、これは。あ、このなんかホワジャオっぽい感じの辛さ、チリパウダーの辛さもあり、ホワジャオのしびれる感じもあるって感じです。少しだけ醤油の甘みもあって、なんか味はね、深みがあって、結構でも美味しいです。めっちゃ辛いです。結構辛いですけどね。で麺がね、これ歯応えがあってすごい美味しい。うん、でもこれすごいね、美味しいインスタントラーメンです。辛いなぁ、でもめっちゃ辛い。麺がね、めっちゃ優秀な感じ。あ、他の種類も買えばよかったな。美味しいです。え、これマジで美味しい。これすごいおすすめだな。いや、スープもね、すごい本格的。スープじゃない、あのソースの味か。で、美味しいですね。あ、もうね、お茶を飲まないことにはね、ちょっと話が進まないぐらい辛いです。
でもこれマジで美味しいから、次台湾行った時にこれお土産買いたい。麺にね、ソースがよく絡んどってすごい美味しい。でもね、コシがあります麺に。うわ、ここチリパウダーがめっちゃ溜まっとるわ。危ない、目に入るところやった。眼球危機一発やった。これね、麺をね、結構しっかり茹でたんですよね。細い麺だから、もう2分ぐらいで、3分から5分って袋には書いてあったんやけど、だいたい私短く茹でるんですよ。で、なんか、だいたい程よい柔らかさになるから。でも結構3分で硬そう見たら、まだ結構硬くって、4分ぐらい茹でましたね。で、それでもなんか、今これちょうどいい感じやけど、なんか、ちょっと歯ごたえある感じ。私ちょっと固めが好きやから、それでもちょっと歯ごたえがある感じです。細い麺だけど割と茹でますね。あ、なんか、全然汗をかいた感覚なかったのにじわっとかいてます。ワーザオの力かな。これでもめっちゃ美味しいです。マジで全種類買えばよかったです。辛さに慣れてくるかも。最初ほど辛くなくなってきた。めっちゃ美味しい。あの、全然ね、このまま美味しくって、まあ、辛さも結構麻痺してきたんで最後までいけそうなんですけど、ちょっとトッピングもしてみたいと思います。卵の黄身をね、5個入れます。あ、真ん中くぼませたりとかすればか。めっちゃ辛さが抑えられます。美味しい。卵の黄身混ぜると美味しいですね。やっぱり大体美味しくなりますよね。卵ご飯もね、美味しいしね。マイルドになります。あ、違うか、でも。はい、最後のはさっきの、ん？あれ？また日本語ってさ、なんか病気かな？日本語の順番間違えるんですよね。はい、さっきのは最後の一すすりでしたね。はい、これで最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、台湾のインスタントラーメンキキめっちゃ美味しかったです。もう日本でね、買えないのが残念ですもん。この味絶対恋しくなる味です。ソースもソースっていうか醤油、調味料がすごい本格的な味がしてめっちゃ美味しかったんですけど、でも麺がね、すっごい美味しいですね。なんかちょっと歯ごたえあってコシがあってすごい美味しかったです。私なんか混ぜそばであのタイプの麺ってあんま食べたことないような気がします。なんか日本で売ったら絶対売れるだろうなっていうぐらい美味しかったです。私ね、これから台湾行ったら絶対これお土産買いますもん。でもですね、ネットでアマゾンで私見つけたんですよ。なんで説明欄にアマゾンの URL 貼っときます。どうしても食べたいなっていう人はちょっと食べてみてください。マジで美味しいです。台湾に住んでる方が羨ましいですね。で、これからね、12月の間台湾で撮った動画もね、公開されますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よかったらですね、台湾語字幕を提供してくださる方がいらっしゃったらすごくありがたいです。で、よかったらね、説明欄に載ってるメールアドレスにメールをください。最近ですね、その台湾語、中国語の字幕がね、ないんですよね。で、よくさ、なんで字幕がないのっていうコメントをいただくんですけど、字幕はですね、私つけられないんですよね。で、ついてる字幕はね、全部視聴者
さんの提供なんですよ。私もですね、字幕がついてるとすごく嬉しいです。だからついてる時とついてない時があるんですよね。字幕を提供してくださる視聴者さん、いつも本当にありがとうございます。台湾のまぜそばキキ、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。